はい、どうも皆さんこんにちは、おさとエクセルのおさです。今日はですね、よく使う日付時刻の関数の中から定関数というものを勉強していきます。定関数はですね、対応するシリアル値から日付だけを抽出してくるという役割を果たします。では具体的に見ていきましょう。はい、ではこちらにですね、例えば今ここに6万という数字を打ってあげましょう。今これ6万という数字なんですが、Excel の中ではこれをシリアル値として扱うこともできます。つまり日付とか時刻に変えることができるシリアル値ですね。はい、でこちらの表示形式を変えることによって日付を出していきます。6万という数字は2064年の4月8日のシリアル値でした。でこれをもとに、では定関数で8日というものだけ引っ張っていきましょう。例えばですね、これを選択してこういった形で8という数字が返ってきました。今シリアル値がこれだったので8という数字が返ってきましたね。で、この括弧の引数の中の指定の仕方なんですが、シリアル値を直接打ってあげることも可能です。こういった形ですね。はい、これでも同じ結果が得られます。はい、でですね、もう一つ設定の仕方なんですが、例えばですね、文字列として2064年の4月8日みたいな形で打っても8という数字が返ってきます。これ9に変えると9日ですねというのが返ってきました。こういった形でですね、まあ、シリアル値を返す Today 関数、あるいは Now 関数、あるいはそもそもシリアル値を打ってあげる、こういったパターンでですね、まあ、Day 関数であったり Year 関数であったり Month 関数、こういった関数を使いこなせるようになっていきます。はい、今日は以上ですね。どうもありがとうございました。